これまジョ大聖堂はイタリアのアブルッツォ州ラクイラ県ラクイラにあるキリスト教カトリックの教会である1294年に完成したが地震などにより倒壊し修復を重ね現在の姿になった特に2009年のラクイラ地震では壊滅的な被害を受けたが2017年12月に復旧工事が終了した大聖堂の建設の前はこの区域は ラクイラの郊外であり、教会として知られている、宗教的な建物で占められていた。今日では古代の遺跡の残骸だけが残っている。おそらく、カタロニアのサンタマリア・ディッポブレットの修道院と同じ、シトシアン建築様式であったと考えられている。教会の建立は、1287年に修道士が土地を購入したことに始まる。8月25日に、 八つの司教の厳粛な議論を経て、教会がまだ完成していないにもかかわらず、聖餐式が行われた。教皇チェルスティーノ5世の体感百2 9 4年7月5日、ピエトロがローマ法王に選ばれた。彼は渋々承諾し、石川康子、あなたの知らない、イタリアミステリアスガイドアブルッツォ世界文化社、2013年。 ISBN 9長7844億1813万4199その後王立更新に伴いラクイラに行き1294年8月29日にチェルスティーノ5世と名付けられた当時教会は現在よりも複雑な五つ,つの戦闘があった当時アブルッツォ州で最大の教会だった彼は当時83歳という高齢であった 石川康子、あなたの知らない、イタリアミステリアスガイドアブルッツォ世界文化社、2013年。ISBN9 兆7844億1813万4199。しかし、わずか5ヶ月の就任後、彼は競技場の起床を返し、辞任した。一度は大聖堂は完成したものの、1315年12月13日に、発生した。 マグニチュード5.9の地震により一部損壊した。1349年9月9日にも再びマグニチュード6.5の地震が起き、およそ800人が死亡した。大聖堂でも修復工事の最中だったが、さらに被害を受けた。いくつかの教会の備品を売却したことにより、資金が集まったため、次の年には改装が完了した。 1461年11月26日、ラクイラ近郊でマグニチュード6.5の地震があり、およそ150人が死亡した。この地震により、また大聖堂は損壊した。この頃、大聖堂は原始的なバロック様式で大幅に改装された。八角柱はレンガの十字柱に組み込まれ、装飾に重点を置いた。1703年に起きたラクイラでの地震では、 主要都市の建築に壊滅的な被害を与えた。この地震は、ラクイラの歴史において被害が大きかったものの一つで、ある。地震のマグニチュードは6.7と推定され、周辺の地域も含め、少なくとも6000人が死亡した。大聖堂も、壊滅的な被害を受け、復興にかかる費用が必要だったが、労働者の専門的な援助により再び復興した。1706年には、 壁や金庫の修復が完了した。2009年のラクイラ地震では、再びこの芸術的で記念碑的な遺産を壊滅させ、大聖堂にも多大な影響を与えた都市を傷つけた。教会の天井の一部には、崩落があり、支通路の終端部分が破壊されるなど、大聖堂に破滅的な被害を与えた。震災後の最初の数ヶ月で、大聖堂は余震で、 さらなる被害を出さないよう、簡易的な応急工事を終了させた。2015年11月25日から資金援助があり、大規模な修復作業が開始された。地震の影響は深刻で、14本にある主要な柱の構造的復元に焦点を当て、そのうち6本に深刻な被害があった。2017年12月20日、文化遺産、観光省の存在下で、 大聖堂が再び震災前の姿に戻り、教皇チェルスティーの5世の遺骨と棺が再び元の位置に安置された。ありがとうございます。